はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ピコ次郎です。先ほどです、速報ですね。先ほど地震がありました。はい、マグニチュード 4.6、和歌山県、震度5弱ですね。ちょっと詳細言いますとね、2021年の3月15日、月曜日ですね、0時26分頃、夜中の0時26分頃ですね、和歌山県で最大震度、5弱を観測する地震がありましたということですね。5弱です。大きいですね、結構ね。はい。まあ、これ5弱ということでね。震源地はですね、和歌山県北部で、震源の深さは約10キロですね。これ浅いですよね。昨日もですね、熊本県で地震があったんですけども、震度4のね。まあ、その時にも、震源の深さは10キロということで、同じくらいですね、これね。地震の規模はですね、マグニチュード 4.6 と推定されますと、この地震による津波の心配はありませんということなんですけどもね。はい。で、まあですね、これマグニチュード5弱を観測したのは、和歌山県のですね、湯浅町ですね。これなんかおかしな地震ですよね。湯浅町だけ震度5弱になってるんですよ。で、その周りがですね、2とか3なのに、まあ、4もあるんですけどもね、はい、4もあるんですけども、湯浅町だけ、はい、これ5弱という形になってますね。で、昨日もね、熊本県で、震度4のね、地震がありました。まあでもね、共通してるのはね、浅いということですね、10キロということで、深さがね、まあ、何かこれ、作戦が行われてる可能性もありますね。はい、で、震度5弱がですね、和歌山県のね、湯浅町ということで、震度4がですね、これ、和歌山、広川町ですかね。で、有田川町ですね。はい。で、震度2が、まあ、震度3がですね、まあ、その他ということで、はい。それではですね、最新情報、ためになる情報をね、発信しますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどお願いします。地震の方もですね、また随時、できるだけ早く更新いたしますのでね、はい、皆さんにできるだけ早い、地震情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。